それでは今日の問題を解いていきましょう。今日の問題は、久しぶりに工夫して計算です。この問題、一見すると中学受験の問題のようにも見えますが、実は高校受験の問題です。中学受験にも高校受験にも使えるような2通りの解き方を解説していきたいと思います。それでは解いていきましょう。まず問題を確認したいと思います。 1428×1572-428×572 ということで、428572というところが繰り返しになっているところがヒントです。それではまず小学生編ということで、中学受験用の解き方から解説していきたいと思います。中学受験用の解き方ですが、高校受験の方がこの解き方をしても別におかしくはないと思います。はじめに 1428×1572 のうち、1428の方を 1000+428 のように分解してあげます。1000+428×1572-428×572 というような形に1回計算を分解してあげます。この状態で次に括弧を開いてあげます。 1000×1572 足す 428×1572 引く 428×572 というふうにしてあげます。この状態で式の後半部分、この部分に注目してもらって、428というところがかぶっているので、分配法則を使って後ろの部分をまとめていきます。1000×1572足す 428×1572 引く 572というふうにしてあげるんですね。そうすると後ろの括弧の中1000になるということすぐわかるので、 1000×1572 足す 428×1000 というふうになるわけです。ここまでいくともう皆さんほとんど分かったと思いますけれども、ここでもう一回線でくくってあげて、 1000×1572+428 というふうにすると、今度は括弧の中は2000になるので、 1000×2000 というふうになって、答えがこんなふうになります。0がいっぱいあってなんだかって感じですけれども、200万という答えが出てくるわけです。小学生、特に中学受験の場合は基本的には分配法則だけということになるので、こんな風な形になります。一番最初のところで1428を分解しましたけれども、1572の方を分解してあげても同じような計算ができると思います。次に中学生向けということで、高校受験だったらこんな答えの書き方の方がかっこいいよということで、ちょっと答えの別の解き方を紹介していきたいと思います。これはあくまでもかっこいいということだけであって、1の解き方を中学生、特に高校受験の方がしても別に恥ずかしいことではないと思うので、参考までにぜひ見ていただけたらなというふうに思います。1428っていうのを1500-72というふうにして、
1572を1500たす72というふうにします。これ同様に428は500引く72で、572は500たす72というふうに書けるんですね。こういうふうにすると2乗引く2乗という因数分解のところで習った公式がこの計算にどちらも適用してあげることができます。1428とか1572とかっていう数字を見て、1500から72という同じ距離にある数字だということがヒントになっているわけです。こうすると72の2乗というのが引き算で消えていきますので、1500の2乗引く500の2乗という計算が残るわけです。こうしたら今度はこれをもう一回因数分解してあげます。1500引く500かける1500足す500というふうにするわけです。こうするともうほとんど計算なしに1000かける2000というふうになって、さっきの計算と答えと同じ200万という答えが出てくるわけです。高校受験ということであればもうすでに因数分解を習っているので、こんな風に普通の計算にも因数分解風のことをしてあげると少し高校受験ということでハイレベルな感じがするんじゃないかと思います。いかがでしょうか。この問題、高校受験の問題なんですけれども、中学受験でも高校受験でも使えるようななかなか良い問題なんではないかと思います。この動画が気に入ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。